白金っちチャンネルへようこそ。こんにちは。今回の動画はこの玄関に設置してある90センチスリム水槽、コメット主分菌が過ごしている水槽です。この水槽も病気が蔓延しそうだったんですよ。この時我が家は丸物水槽のタンチョウやデメキンたちの縁翼、そして薬翼なんかでてんやわんやしていました。そこにまたこの水槽、またか。最初に一匹体調がおかしい子がいました。すぐに縁翼することになり、でも次の日他の金魚たちも泳ぎがおかしく、背びれが寝てる、尻尾が、おぐされ病？疑いが。第一感染者。この子が胸びれとか腹びれが赤くなっていました。この尻尾は今は治ってきてる最中なんですよ。前はもっとボロボロでしたね。最初は1匹だけ別の容器で縁翼させていました。この部分ちょっと折れちゃってるんですよ。まだ1匹の時、縁翼している時に水替えで暴れて網から床に落ちたんです。その時に折れちゃったみたいで、私のミスです、ごめんね。 Oh my God。 他の金魚たちも縁翼させないと、でもこの時は縁翼させる場所がなくて、丸物金魚たちで容器やヒーターも使っていて、どうしよう、おろおろしていました。それにこの水槽リセットしないといけないだろうし、どうしようと迷い、結局結論が出ました。しょうがない、水槽ごと縁翼だ。その時は塩をどんだけ入れていいかわからず 200g 入れました。あとは毎日バケツ1杯水槽の水捨てて、新しくバケツ1杯縁翼の水入れ替えしていました。縁翼用の水作りますね。お塩 50g 測ります。1リットルに対し塩 5g、 10リットルの水だと塩は 50g。 それを毎日5日続けましたね。バケツの水、10リットルの水、先に軽き抜き入れていきますよ。軽き抜き、キャップ半分ぐらいかな。入れて混ぜ混ぜ。しっかり混ぜます。その後に 50g のお塩入れます。よく混ぜてね。つぶつぶがないようにしっかり混ぜましょう。仕事から帰って水槽の水バケツ1杯捨てて、新しく縁翼の水バケツ1杯水槽に入れます。それを毎日5日やりました。日に日に金魚たち泳ぎも普通に泳ぐようになり、背びれや胸びれピンと立ってだんだん良くなってきていますね。90センチスリム水槽、だいたい水が80リットル入っています。それに合わせてお塩入れても、バクテリアは死なないみたいですよ。知りませんでしたね。水槽のリセットもやらなくて済みました。
6日目に普通に水替えして、その時は浄水式フィルターも洗いました。水は水槽の半分軽く抜きの水に変え、また3日後に水槽の水半分水替えしました。金魚たちもこれで病気も良くなって助かりました。このやり方が良かったのか分かりませんけど、おすすめはしませんよ。この金魚たちは大きな子で28センチあります。まとめて7匹別の容器で栄養は大変です。そういえばこの餌、この餌も関係があるのか分かりませんけど、1月頃からハラクリや乙姫、この餌をあげています。これで少しは抵抗力がついたんでしょうかね。それはあるあるかな。それにこのフィシュレット、前はいっぱい糞が溜まっていたんですけど、金魚の糞がいっぱいにならなくなりました。この餌で排泄物が抑えられて、本当にあまりこのフィシュレットにたまらなくなったんです。本当排泄物がね、抑えられてますよ。不思議ですね。もう安心してこの子たちを眺めていられますね。そういえばよく視聴者の方たちから、水温は何度ですかってよく聞かれます。この玄関の90センチスリム水槽は水温が21度ですね。そしてもう卵中とか丸物水槽は暖房の部屋に置いてありますので、その暖房でそれも水温が上がるとは思うんですけど、一応25度ですよ。金魚たちの健康のためにも、これからは毎日一匹一匹よく観察していきたいと思いますね。背びれは大丈夫なのかとか、あとはそうですね、他の体のとこもしっかり見ないけませんね。尻尾が折れた金魚は再生できているのか。今日見たらね、ずいぶん良くなってましたよ。金魚たちの泳ぐとこは大丈夫なのかとか、金魚たちの糞の状態は大丈夫なのか。本当にいろいろ見てると気になりますね。毎日の観察が大事ですね。本当に。今回の動画はどうでしたか？ご意見、ご感想をお願いいたします。何でもいいですよ。またいつでもお時間がありましたら遊びに来てくださいね。待っていますよ。金魚たちも待っているかも。そういえば卵球水槽の卵球たちもみんな元気、病気から復活して元気に過ごしています。皆様ご心配おかけいたしました。本当にありがとうございます。今回の動画は、玄関の90センチスリム水槽の金魚たちでした。ではこの辺で、バイバーイ。